では、このベン図のいろいろな部分の表し方を勉強します。お肉が好きな人の集合を P、野菜が好きな人の集合を Q とします。このように、集合 P の上に横棒を書いて P でない部分の集合という意味があります。つまり、この部分です。P バーと読みます。または、P の補集合とも言います。要素を書き並べると、こうなります。もし、この P バーの上にもう一つバーをつけると、これは、どの部分を表しているのでしょうか。簡単です。P の補集合の補集合ということで、集合 P そのものを表すことになります。つまり、イコールで結んで、こういうことです。この、集合 P と集合 Q が重なった部分を表すには、このように書きます。赤集合、または、共通部分、と言います。P、かつ Q である部分、という言葉でも表現されます。要素を並べると、こうなります。また、この大きな部分を表すには、このような記号を使います。これを和集合と言います。P または Q である部分という言い方をします。要素を書き並べると、こうなります。え、先生、この共通の部分は、またはとは言わないのではないですか？いいえ、この部分も、または、なのです。例えば、お肉、または野菜が好きな人は集まってください。といえば、この三つの範囲の人が該当するのです。先生、この記号とこの記号が、紛らわしいですね。そうですね。次のように覚えてください。これは、この狭い部分を表しているのですが、このように、上からつまんでいる、というイメージで覚えましょう。こっちの記号は、この大きな部分を表しているのですが、これは、これが、このように、大きなお鍋になっている、と覚えるといいでしょう。では、この部分、つまり、P ではあるが、Q ではないという部分を表すにはどうするのかを言います。ズバリ、こうです。P と Q バーの共通部分、という式です。細かく見ていきます。P というのは、この範囲です。また、Q バーというのは、Q でない部分というわけですから、この部分です。これらの共通部分が、この部分になるというわけです。要素を並べると、こうなります。では、この、外の部分、つまり、P でも Q でもない部分は、どのように表すことができるでしょうか。まず、自分で考えてみてください。解説します。これは、この、和集合の補集合であると言えますので、こう書くことができます。P と Q の和集合の、補集合、というわけです。このように、補集合の記号として、長く書く場合もあるのです。さて、実は、この部分は、別の表し方もできます。それは、こうです。P の補集合と Q の補集合の共通部分です。これもこの部分を表しています。確認してみましょう。P の補集合はこの部分です。Q の補集合はこの部分です。これらの共通する部分は確かにここになっていますね。結局、これとこれは同じ集合を表しているのです。イコールで結ぶことができるというわけです。これは、ド・モルガンの定理と呼ばれるものです。実は、
ド・モルガンの定理には、これもあります。この二つが、ド・モルガンの定理です。こっちが成り立っていることも、図で確認してみましょう。まず、これから。ここは、P と Q の共通部分ですね。その補集合ですので、結局、この部分を表しています。こっちの式を確認してみましょう。P の補集合はここです。Q の補集合はここです。これらの和集合ですので、この部分になります。つまり、これと同じ集合になることがわかりました。この等式が理解できましたね。さて、この定理の式の覚え方の特徴を言います。この線を屋根だと思ってください。こっちは屋根がつながっています。そしてこっちは屋根がつながっていません。そしてこの間の記号が反対になっています。つまり屋根を切ると間の記号が反対になると覚えれば二つとも覚えられます。終わり。